どの世代でもね、よくある話だし、日本人に限らず、本当によくある話なんですけど、まあ、就職する前、学生時代に、まあ、アルバイトもする前ね、店で、まあ、親にお小遣いもらって、で、まあ、遊びに行ったのに、そこでの態度が、あまりに学生すぎて、で、お店の人に怒られることあるでしょ。お店の人じゃなくても、常連さんに怒られることあるでしょ。で、そうなりますとですね、もういつの時代も、どの世代も何民族であってもね、なんであんなこと言われたんやろうって、ほんでそれわかるまで、もう親には言えないタイプの学生ね。親にそういうことをよう言わんタイプの学生は、店に通うっていうパターンがよくあってん、心当たりあるやろ、じいさんばあさんとも。な、おっさんおばあの、あるはずやねん。こんな心当たりな。で、気がついたらそこでバイトしてたりするっちゅう。なんか、笑えるオチもあったりして。あ、そんなん結構連ドラとかで表現されてるよ。そういう世界観な。せやけど、昨今な、ネット社会やろ。ほんで、ちょっと厳しいこと言われたり、言われたら、めーちゃ傷つきよんねん。なんだかと、社会出てんから。ていうか、ネットしか知らんから。ネットのこと社会と思っとるから。ほんで、理由が分かるまで通うよね。説明されても分からんから。もう完全一致するまで。ビンゴするまで通うよね。それは昔もね。そうやってんで。なんで僕がダメなんですか？そんなこと言われたままじゃ、大学行っても就職できませんとか言って高校生の飲み込んで言ったり。よくある構図やろ？覚えてるやろ？じいさんでもばあさんでも、おっさんでもおばあでもな。ねえけど今のガキともね。もう、同じ民族やから。同じ思考回路の遺伝子。もらいよるやんけ。な。やけど、まあ分かるまで通うんだけど、ネット社会があるやろ。もうシャレならん人数が来んねん。それが昨今笑われてるわけ。ネットで。炎上と称してな。で、それをどうやって笑おうかなと思ってな。で、このメカニズムちゃんと説明しても、連中メカニズム分かってもな、キメラ遺伝子やから。つまり寄せ集めの。要するに少女梅を中心に人間っぽく作った遺伝子やから。他の部分が理解できてへんねんな。何よりも少女が理解できへんから。だから、その、シャレならん人数が、シャレならん回数来るっちゅう、そのナンセンスな事態なんねん。これがさっき、お店炎上して笑われてんねんな。爆笑されてんねん。この現象を。そのメカニズムで笑われてんねん。そのメカニズムを笑ってるわけどうちやな。うちらはな。そのメカニズムを笑ってるわけやねんけどな。でも悲しいから、こんだけ解明されてもな、こんだけ指摘されてもな、絶対完全同一だと思うねんけど、完全同一ちゃうわと思う部分が彼らの遺伝子にはあんねん。遺伝子コードが。それは彼らが決められるから。少女梅を中心に組み立てられた遺伝子組み換え生物やねん、彼ら。だから、いつまでも続きよんねん。おかしいな、今でも分かったはずやろと思って、何回も来よんねん。この現象どうやって笑おうかなと思ってな。まあ今度みんな、多治見のみんなとかで、多治見じゃなくてもな、今、興味日本の地方うちの結構見てくれてんねん。なんだかってな、ずっと前のアカウントでな、思いっきりな、Facebook 広告売ってんねん。そんなアカウントないけどな。シャレなら金額かかったけどな、シャレなら人数に届いてんねん。うちの意見。で、結構開けてもうてて、見てもうてて。なんか水面下で知ってんの、うちのこと。ほんま、シャレならん金額やったで。で、ほんまに、とほもね、人数に送ったって、世界中の。そんなマイナーな世界の街に送んのいとこもな、ピンポイントで事実的にな、この名前、行こう、言うて、ポーンって。もう、ジェリーがどんだけ怒ったか。だからみんな笑ってんねん。それは、世界なんかほとんど地域社会やから。キメラ遺伝子なんか日本に集まっとるし。あ、東アジアに集まっとるし。キメラ遺伝子なんかな。あとは世界のお坊ちゃま。そんなまるでキメラ遺伝子やけど。大体その階級登るようなキメラ遺伝子は。なんだか知らんけど。地域じゃ安心できへんねやろ。だからまあ、その構図をまあ、どうやって面白く味付けして、その料理にしよう。どうやったらやるの？笑おうかなと。笑うためにいろいろ苦心散々してんの。でも連中はキメラ遺伝子やから、シンプルな行動でしか、その、統合できへんねん。つまり、統合失調症やねん。つまり、バクンとか出したり、あるいは、
本当にシンプルなことばっかり言い続けないと、例えばストーカーとかな。ストーカーなんかどの生き物でもできるやんか、はっきり言うたら。中堅八個もできるやんな。そういう本当に、人間と思えない。あれ、ひょっとして多細胞生物とすら思えない。言い過ぎたな。脊椎動物とはとても思えない。ちょっと言い過ぎたかな。哺乳類とは思えない。あ、そうかも。行動パターン誇るようなやつら。だって笑おうかなって。笑い方の中皆さん提案してください。次回やってみて。まあ、メカニズム分かったら、地域のみんなはな、面白い味付けできると思うから。対策って言うんだ、返せやからな。どうやって笑おうかって話し。まあ、しつけの一環やから。笑うのも、笑ったるのもしつけの一環ですよ。な。な、もう無視すんな、不親切な大人であんなボケども、な。ちゃんとスカーッと気持ちよく、ビンゴーな、笑い方したれ。それでもやるようなやつはまだやるようね。なんだから、キメラ遺伝子やから。